さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。二度あることは三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。10月3日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝6時の時点でダムの水位は162メートル88。一昨日と比べると10センチの上昇ですから、ほぼ変わらずといったところ。上昇のペースが鈍化しています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の午後3時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7630立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒7500立方メートルでした。差分については推測不能。今月1日と比べ、上流の寸丹観測所はマイナスの1690で、三峡ダムも3500減っています。ここのところ上流そして三峡ダムともに減少しています。一方、今朝6時の放流量は毎秒7240立方メートル。計算上は 24% 程度の発電状況、8基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。1ヶ月近くも7000台が続いています。中国湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒で示す放流量はいつもの通り加減は変わらずなのですが、上限の方が下がっているようです。理由は明らかで、直近で流入量がかなり減っているため。内祖では触れないわけで、ダムから出す量を減らすしかありません。水位の方はじわじわと上げているものの、そのペースは鈍くなっています。西洋チャンネル。台湾の南にある台風18号、クラトーンですが、当初はすぐに北東に進路を変え、上海の東経由、朝鮮半島から九州北部あたりに抜けるという予想が出されていました。ところが、昨日の時点でもまだ台湾の南に居座り、ほとんど動かない状況。一時、勢力は915ヘクトパスカルまで発達し、昨日の夜8時の時点で950ヘクトパスカルと勢力が強い状況でじわじわ北上中。ご覧の通り、台湾の南部、東部にがっつり雨雲がかかり続けています。なかなか北に抜けないため、雨、そして風による被害が心配な状況で、ニュースを見ていると、進む速度が遅いため、今後の進路もまだ迷走しそうな感じがあります。さて、三峡ダムの上流に位置する四川省では、電力不足となっているようです。ここは、太陽光発電や風力発電などが多く整備され、一大発電地域のはずなのですが、毎年夏頃になると電力不足で停電になることがあり、市民が地下鉄の通路で涼むというニュースが流れます。その四川省では EV 電気自動車の充電ステーションに電力制限がかかり、多くの車が列をなすという報道が流れています。ガソリン車ならそんなことは気にしなくてもいいようですが、電力需要が緩む真夜中に電力制限が解除されるため、深夜になると充電ステーションに並ぶという間抜けな状況。全くもって人間には優しくない生活になっているようです。ではなぜ電気をいっぱい作っているはずの四川省で電力不足に陥るのでしょう。それはあちらの国の政策が大きく関係しており、西部で作った電気を送電網で沿岸部の大消費地に送るというのが影響しています。需給のバランスが正常ならば問題ないのでしょうが、猛暑で極端に電気が必要になると、途端にそのしわ寄せが地方都市に来るようです。 EV 普及が劇的に進んでいる中国ですが、いろいろ矛盾が生じているようです。ウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の夜9時までの様子。前回に比べると一転、すっかり中国本土の雨雲はきれいさっぱり消えてなくなりました。ダムの上流で少し雨雲が見られますが、お湿り程度でしょう。ニュースでは報じられませんが、深刻な水不足はこれからも続きます。次に今後の予想を見てみましょう。ご覧の通り、ダム周辺とその上流ではしばらく雨は期待できないでしょう。もともと雨が少ないところにこの状況ですから、
農作物、そして水力発電に大きく影響しそうです。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が26度、最低気温が12度で晴れ時々曇りの予報。ここ数日、急激に気温が下がっており、一気に秋の様相となりました。台風18号は、台湾の南で停滞したままで、そろそろ北上するかとは思いますが、なかなか動かないみたいです。予想では途中で消滅しそうな感じですが、今後に注目です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、国慶節の大型連休始まる、旅行先では日本が最も人気に、NHK ニュースウェブが伝えています。記事によると、中国では、建国記念日にあたる国慶節の大型連休が1日から始まり、外国の旅行先では、日本が最も人気となっています。中国政府は、連休中延べ19億4000万人が移動し、1日あたりの平均ではコロナ禍前の2019年と比べて2割近く増えると予測しています。中国の大手旅行予約サイト、シートリップによりますと、外国の旅行では日本が最も人気で、次いでタイ、韓国などが目的地になっているということです。上海の空港は30日も、旅行に出発する人などで混雑していました。以上、中国、国慶節の大型連休始まる、旅行先では日本が最も人気に、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。2024年8月単月のインバウンドは300万人弱と報じられており、日本への観光客は順調に推移しているようです。ただ、その内訳を見ると、中国が75万人、韓国が60万人ほどとなっており、全体の半分近くを占めているというのが実態。近場で安くて食べ物が美味しくて、というのが人気の理由になるんでしょうが、人数ばかり多くて、特に韓国は単価が低いようです。たまに遠征旅行でホテルに泊まることがあるのですが、ちょっと前に比べて地方都市でも影響が出ています。部屋があるだけ助かるのですが、キャパというのがあるので、青天井で外国人を受け入れるというのは無理があります。有名地ではオーバーツーリズムも叫ばれる昨今、地域別でそろそろ制限を加えても良さそうな時期に来ているのでは、と思う今日この頃です。日本の気象状況について確認します。こちらは今朝6時までのレーダーの実績。日本列島全体に雲がかかり、すでに雨になっている地域も。ニュースを見ていると、今日は全国的に高い降水確率で、雷を伴って激しい雨になるところもあるそうです。三峡ダムの役割の一つに、舟運、つまり船による輸送というのがあります。落差が100メートル以上あるため、大きな船を通過させるためには、閘門といって、三峡ダムの場合、5段式のプールがあります。船を1段ずつ上げたり、下げたりすることにより、下流から上流へ、あるいはその逆の航行が可能となります。2003年から一般に開放されて20年になります。年々、取り扱う貨物量が増えているということをあちらさんは強調したいのでしょう。ちょっと前までは、ダムの発電量が世界一だと自慢げに報じられていましたが、2022年は記録的な干ばつのため、その話題は使えなくなったので、今度は船の件で話題作りに必死のパッチなのか。日本の河川では、なかなか船による輸送となるとピンとこないかもしれませんが、あちらは車の輸送など、結構手広くやっているようです。そのため、三峡ダムでは、水位の下限を145メートルに設定し、上流の重慶市まで大型船が行き交うことができるようにしているようです。逆に言うと、洪水の準備だからといって、145メートルより下に下げることはできません。水力発電もやりながら、船の通行も配慮し、さらに洪水調節までするダムですから、その分、いろいろ制約があるようですね。長江流域、特に三峡ダムの上流で大雨になると、川が溢れ、洪水があちこちで発生するのは、なぜでしょう。三峡ダムは、長江の中ほどに建設されたダムで、ここから海側を中下流、内陸側を上流と呼びます。その上流の地形と、長江本流に流れ込む支流との位置関係から、大雨となった場合、水が一箇所に集中し、洪水になることが多いようです。地形と気温の関係について、わかりやすい例があります。こちらは、三峡ダムとその上流の雨や雪の予想を示したもの。ご覧のように、周りは雪のマークなのに、まるで囲ったところが、雪ではなく雨になっています。そしてこれは気温の分布予想。降雨データと同様に、この場所だけ気温が高いことがわかります。
ここは四川盆地で熱がこもりやすく、夏には酷暑になることで有名です。おそらくですが、周りの山々とこの地域では気象条件が全く異なるということが言えるかもしれません。この周辺で大雨になるというのは、こういった地形などとも関係していそうです。そして、その水がすべて長江本流に集まり、その出口は三峡ダム一箇所だけですから、危険だと言われるのも無理はありません。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。